All right, well, I don't know why Shouka doesn't want to have fun, but okay. 部長、時間ある？ちょっとお願いがあるの。これが今開発中の王子様ランチよ。さ、パクパク行っちゃって。へえ、琴乃が作ったの？美味しそうじゃん。結構自信あるんだけど、どう？やだ、部長ってば。そんな高級食材使ってないんだけど、私の料理の腕が上達したってことかな。でも、どうしたの？急にお弁当なんて作っちゃって。 I mean, she got to feed her son somehow. 私ね、調理師の資格を取ろうと思って、今、トキコおばちゃんのとこで修行中なの。 Okay. この前のストーカーおばちゃん？うん、あれでも料理研究家でね、料理はすごい上手なの。本も何冊か出してるし。なんだ、すごいおばちゃんなんじゃん。結婚で失敗したのだけがね。私も似たようなもんだけど。料理修行はたっくんとお母さんのため？母もだんだん夜の仕事がきつくなってきたってこぼしてたしね。もし許してもらえるなら、将来うちの店をカフェに改装して後を継ぎたいの。迷惑かけた分、少しでも恩返しできればと思って。それナイスアイデア。琴乃絶対似合うってば。カフェにはキッズスペースを作って、てっくんや子供たちの好きそうなお料理もメニューにいっぱい載せるつもり。もう二度と寂しい思いはさせないから。うんふん、ママさんカフェか。それじゃやん、看板メニューの試食そうでしょ。もう逃げないって決めたから。こうしてメビウスで大切なことに気づけたけど、現実が好転したわけじゃないもの。強くならなきゃ。帰ってからも厳しい現実には変わりないけど、ちゃんと向き合わないとね。あ、イエー、シングルマム、ドゥイットオンハーオン、インディペンデントジャパニーズウォーマン、シードントニードノーマン。部長、いろいろきついこと言ってくれてありがとう。嫌味じゃないのよ。私、メビウスへ来るまでは自分のこと憐れんでばかりいたけど、無条件に愛してくれる母と愛する息子がいるってどれだけ幸せなことなのか、やっと分かった気がする。これからはたっくんと母さんのこと、私の手で幸せにできるよう頑張るね。え？なんで？ちょっとユウ、こんなハッピーエンド間近で何言ってんのさ。部長にはお世話になったし、聞きたいなら話すわ。もしかしたら察しがついてるかもしれないけど、 I figured, yeah. 高校最後の夏休みに会ったの。運命だって思った。 High schoolAlright. たった一晩でタックを見ごもるなんて思ってなかったけどね。High school. You were pregnant at the end of high school, madam. 妊娠したって分かった時はどうしていいか分かんなくて、でも嬉しくて相談しようとしたんだけど、あいつが教えてくれてたのは名前から住所から全部でたらば。Okay. Wow. 人最初から遊びだったのよね。目の前が真っ黒になったの覚えてる。私、物心ついた時から父親を知らなかったから、水商売しながら女で一つで育ててくれた母をずっと誰とでも寝る女だって、自分も同じようなもんだったなんて笑っちゃうでしょ。 I know, right? Ironic, in fact. 母はそんな私を責めもせず堕胎を進めてきたわ。でも私は産むって決めた。今にして思えば母に逆らいたいだけだったんだろうな。頭悪すぎて嫌になっちゃう。でも現実は甘くないわよね。高卒のシングルマザーを雇ってくれる条件のいい職場なんて I can imagine. 見つからないし。 I can fucking imagine. こんな人生を変えてくれる王子様みたいな男の人がどこかにいないかな。Okay, so when I joked about her having Cinderella syndrome, I was technically correct.
なんて夢みたいなこと思ってたら、一番大切なタックを置き去りにしてこんなところに迷い込んじゃって。バカみたいだよね。Didn't really have a choice, Dai Mao. You didn't choose that, it just happened. うん、話せてすっきりした。私はもう大丈夫だから。向き合って生きていける。誰かを頼るのも悪くないなって思ったよ。ありがとう、部長。Alright, well then. Ah, yeah, Angel's Ascent. Yuto の情報を集めてたら、あいつが連れ込まれた場所ってのが分かったんだ。俺、これから助けに行ってくる。レスキューマン1号、2号、出動！ガンガンガン！脳みそかき混ぜないで苦しいのは最初だけだよ。じきに最高にハイになる。ソーンさんから預かった特製マインドホンだ。ミュー親衛隊に生まれ変われ。てめえら、I'm just saying, we could just leave him though. 帰宅部いてえのは最初だけだ。すぐ正気に戻してやる。吐くしばれ。遅くなって悪かったな。じゃあ俺行くわ。なんで助けに来たんだ。そうだよ、恨んでたよ、許せなかったよ。でもレスキューマンは困ってるやつは絶対に見捨てねえんだ。この間はひどいこと言って悪かったよ。いや、今までずっとごめん。ユウト、お前本当に強いんだな。どんなに意地悪してもへこたれないお前が憎らしかったんだ。僕なら絶対に耐えられない。なのに体は小さいくせにお前は。いいよ、もう全然気にしてねえし。危ねえからさっさと帰れよ。ほら、コタロ、照れくさいの？ほんと素直じゃないんだから。でもよかったね。うん、あ、イエーイ。 We need to talk about your foster parents being abusive though. That's a problem we have to still deal with. 今ちょっといいか。今回の件でいろいろ考えてみたんだよ。ずっと誰かを助けたいとかヒーローになりたいとか必死になってたじゃんか。誰かを助けることで自分は不幸じゃない、もっと不幸なやつがいるって思いたかっただけなのかもな。そんなことしたって別に俺自身が救われたりするわけじゃねえのにな。コタロウ、メビウスに来て強くてでかい体を手に入れても全然父さんに近づけた気がしなくて、ずっと望んでた力を手に入れたのにただ虚しいだけだったよ。お前らと行動するようになってからは特に体だけでかくなってもダメだったんだ。嘘ついて強そうな見た目になったけど、でもユートを助けるために走った時は少しだけ父さんに近づいた気がした。本当の人助けって何なのか、お前と死んだ父さんに教わった気がするよ。コタロウのお父さんって本当にすごい人だったんだね。ああ、俺の真のレスキューマンへの道は遠いけど、大人になったら絶対父さんみたいになるぜ。牛乳苦手だけど毎日飲むんだ。あ、
それとよ、なんだ、お前に泣いていいって言われた時、姉ちゃんってのがいたらこんな感じなのかなってちょっと思ったよ。あ、待てよ、現実では兄ちゃんかもしれないのか。まあいいか。改めてこれから頼りにしていいぜ部長。 Yeah, good boy. He dumb as fuck, but he a good boy. He tries. Does his best. あ、部長、小説だけどちゃんと続き書いてるから安心して。よかった、主人公があんな状況なのに未完で終わったら続きが気になって眠れないってば。で、どう？反応の方は。いやいや、全然ダメだね。ボッコボコにされてるよ。大絶賛炎上中だよ。でもずっと読んでくれてる人がね、帰ってきてくれて嬉しいってコメントくれたんだよね。今はそれだけで十分。それに叩いてくる人も本物の人間だもんね。ミュウのコピーに支持されてるよりよっぽどいい。なるほど。でも結末はまだ遠いよ。帰宅部がモデルの小説なんだから、結末書くためには私たちが現実に戻らなきゃ。そうじゃないとハッピーエンドにならないもん。そっか、じゃあ頑張んないと。ハッピーエンドが一番だもんね。うん、とびっきりのハッピーエンドにするよ。だって小説のラスト、私たちは現実で親友になる予定だもん。we'll see about that. Let's not get ahead of ourselves.小説順調だよ。人気者には程遠いけどね。あ、そっか、人気者になったら小太郎先輩に土下座裸逆立ちしてもらうんだっけ。小説に夢中になってるうちに完全に忘れちゃってたよ。もう人気者になりたいとか思ってないの？ああ、うん、そうだね、なりたくないわけじゃないけど、今はあんまり興味なくなっちゃったかな。私ね、言ったと思うけど、昔いじめられてたわけじゃん。自分に自信なんかかけらもないわけよ。そうならないように周りに合わせて、周りが好きそうなことをやって、周りの反応だけを気にしててさ、アクセス数とかフォロワー数とかが数値化された自分の価値だと思い込んでた。 I mean, a lot of people still think that now without being bullied. うん、わからなくもないよ。ミュウのおかげで人気者っぽくなれたけどさ、いつ現実みたいに人が離れていくのか不安で、すっごい空回りしてたなって。それで今みたいにさ、誰かの真似じゃないものを作ってみたら、これがまた人気出ないし恥ずかしいし。でも数人でも本気で楽しみにしてくれる人がいるってことの方がよっぽど嬉しかったんだよね。それは自分自身を愛してもらえたってことだもん。きっと小説じゃなくてもよかったんだろうけど、私には必要だったんだろうね。100万人のフォロワーがいるより面と向かってそう言われる方が嬉しいね。私が面白い結末をかけるように一緒にハッピーエンド目指してよ。お願いね、部長。先輩、ついにできました。僕の最高傑作です。最高傑作？何
何？何の話？ポエムです。ポエム？なんで？考えてみたんですよ。自分を変えるために何ができるか。僕は今までかっこ悪いことを避けてきたんです。スマートぶって泥臭いのを下に見て、だから努力もできなきゃ根性もない。 What type of mindset is that's insane。 だからこそすごくかっこ悪いことをしてみます。それがポエムです。ブルーマンさんの言葉を借りれば僕のスクリームです。ここで披露するのはちょっと。それにどうせならあの人にも聞いてもらって意見を聞きたいですね。ブルーマン？それならまたあの場所で黄昏てるかもよ。それではこの歌をブルーマンさんに捧げます。俺に？Oh boy. Oh boy, no. よし。大人になれば変わり映えのない毎日で自分の夢も忘れてしまうと思ってた。義務や責任に押しつぶされてただ流されていくだけ。立ち上がって思い出して君が何者なのか振り返って胸を張って、失敗は無駄じゃない、諦めないで、どんな道も外れじゃない先へ続くよ。勝ちとか負けとかこだわり迷い込んだラビリンス、他人の評価にとらわれがんじがらめ、目を閉じて耳を塞いで心の声を聞いて、泣いていいよ、休んでもいいよ、たまにならいいよ。人生はメビウスじゃない、君次第でどこへでも行ける。これはまた、あ、どうですか。めちゃくちゃ恥ずかしいです。 You're right there. It is incredibly cringy. でもこれがミュウの力を借りてない僕の作新能力です。必死で頭ひねって考えました。全力の叫びです。ブルーマンさん、スクリーン、お前さんのスクリーム仕方受け取ったぜ。めっちゃ泣いてるし。最高だ。ぜひ曲をつけてくれ。今はまだ楽器もろくに弾けないですけど、いずれこの歌詞に自分の力で作った曲を当てて必ずちゃんとした楽曲にしてみせます。クリエイターとしてスポットを浴びるのは無理でも、必死にがむしゃらにやってれば、脇役だとしても音楽に関わっていくことはできるはずです。よく言ったカギピー。お前は自分のことを才能がないって卑下するが、もう終わっちまった俺からすりゃ可能性の塊だ。眩しくてたまらねえ。まだどうにでもなるんだよ。諦めちまうのは早い。ブルーマンさん、はい、僕頑張ってみます。めっちゃ盛り上がってるし。ま、いった、やる気出たみたいだし、早く本物の作曲家になって、あたしにも素敵な曲を歌わせちゃってよ。
All right. All right. That happened. Oh, senpai. この前はどうも。はいはい、また思いついたらいくらでも聞かせてあげるって。You're telling me I can flirt with this boy? You're telling me I can flirt with this boy? Alright, I'm not gonna, but okay. 先輩まで？ひょっとしてバカにしてません？まあ、いいですよ。これからもっといいのを作れるようになってみせますし。さておき、先輩、いろいろありがとうございました。I bet I would bet any money if I was playing a male character, I could have flirted with fucking Kotono at the end of her thing when she's talking about raising her kid. My character probably would have been like, "Hey, I can help. hey, your son need a dad. I'm available." いろいろバカやって。他人にも迷惑かけちゃったけど、メビウスに来たのは無駄じゃなかった気がします。それにブルーマンさんにも会えた。僕ね、才能がないってのを認めた。ほら、すっごく努力して本当にダメだったら才能がない凡人だってことの証明になるじゃないですか。それを証明するのが怖くて何でもかんでも手を抜いてきました。まだ本気じゃないんだって。ごまかし。でもブルーマンさんを見て思ったんですよ。全力でぶつかって挫折するのも悪くないって。そうだね、かっこよかったよね。そのブルーマンさんからしたら僕はまだ可能性の塊らしいですし、僕がどんな大人になれるのか、どんな大人になるにせよ後悔だけはしないよう、若いうちにあがけるだけあがいてやりますよ。先輩には僕をこんな泥臭い人間にした責任、僕がかっこ悪くあがく様をしっかり見届けてくださいね、先輩。この間のお礼がしたいのでついてきてください。もちろんアリアもね。いいよいいよ、お礼なんて。ダメ、それじゃ私の気が収まらないから。さ、行きましょう。私の特製弁当です。無事現実世界に戻れるようもりもり食べましょう。わーお、ミフエ料理とかできたんだ、意外。初めて作りました。あ、そうなの、なんか急に怖くなってきた。 As you should。 いただきます。へえ、すごい食べっぷり。見てて気持ちがいいくらいだよね。え、ユウもそう思うよね。せっかく作ったんだから食べてくださいよ。はーい。ん？おいしいじゃん。いけるいける。あ、喜んでもらえてよかった。あと15個ほどお弁当用意してるので 15! 遠慮しないでくださいね。What? What? はー、食べた食べた。やっぱり素敵なことですよね、食事って。自業自得なんですけど、ご飯食べたくなくなって食べれなくなって、あんなに当たり前だと思ってた日常生活が遠くなってしまって、そうやって初めて気づくんだから、バカだな。 You're right。 私フラワープリンセスさんたちにもちゃんと謝りに行かなきゃ。そういえば、今から行くの？はい、あの人たちの方が
私よりもよっぽど素直に生きてるって。じゃあ先輩、アリア、誠心誠意謝りに行ってきます。先輩、アリア、本当にありがとうございました。いやいや、元気になってくれてよかったよ。もう食事抜いたりしちゃダメだってば。うん、食べられることのありがたみちゃんと思い出したから。コピーとはいえ、目の前でお母さんが消えちゃってすごく悲しかったです。私が病気になってボロボロだった時、両親もこんな思いをしてたのかなって思ったら、ちゃんと健康に生きることよりも大事なことなんて一つもないですよね。これでようやく現実に戻っても素直に母に謝れる気がします。そうですか。私はとても元気ですよ。 I can flirt with both genders. My character confirmed top tier. My character confirmed king of the hill. 現実に帰って元気にならなくちゃですね。当たり前のことが当たり前にできるようになるまで。 Any game where the pro tag is able to flirt with both genders is peak. Is peak. Your character is the alpha. They run this shit. ご飯食べたり、学校行ったり、恋をしてみたりとか、そういう普通のことをしたいです。先輩がどんな悩みを持ってこのメビウスに来ちゃったのかは知りませんけど、私がついてますから、一緒に頑張りましょうね先輩。ピーク。This shit mine. Oh Jesus.Are those the name of your dudes? Maybe? I don't know. Senpai! Nokori wa senpai hitori desu! Ii! Ii! Kuru! Yu! Mimi wo fusaide! Issho ni gohan tabete kudasai! Did she scream like that to everyone?Okay, who didn't show up? Aya now? Aya now? Just Aya now? And Mirasawa, no, Mirasawa was right there in the front. Just Aya now? Just Aya now? Wow. That's mad rude. まだ耳キーンってするぜ。ようやく少し聞こえてきましたよ。すみません。まあいいじゃない、鈴菜ちゃんのおかげでこうしてみんなでランチ食べられるんだし。まあたまにはこういうのもいいかもしれんな。そうですよ、同じ目的のために集まった仲間同士、もっと親睦深めないと。じゃあみんなこっち向いて、シャメとるよ。相変わらず鈴菜ちゃんのお弁当美味しそう。美冬ちゃん、よかったら唐揚げどうぞ。皆さんの分も多めに作ってきましたから。わあ、ありがとう、いただきます。
私もモーヤを。先輩もいかがですか。はい、どうぞ。美味しいですか先輩。しかし鈴菜、部長にべったりだな。そんなんで現実に戻ったらどうするんだ。 Yeah, she can come with me, let's go. 小太郎くん、今もいいでしょその話。もう俺ら会えないかもしれねえんだぜ。みんな同じ学校にいるわけじゃねえだろ。ああ、そらまあそういうやつもいるかもな。なあ琴乃。なんで私に聞くわけ。そう言われると寂しい気がしますね。ねえ峰沢先輩。いや別に。何言ってるんですか。先輩はずっと一緒にいてくれますよ。あ、イエーイ。I want to believe Susanna's not fully aware of what she just said. There's a good chance she's not fully aware of what she just implied. Aight, that's lit, girl. Aight, cool. Lorelai ka. Kirei na koe ne. Sabishiku kure yuku rain no nakare.癒されますね。大したもんだな。麗しい乙女の岩に立ちて黄金の櫛取り髪の乱れをYeah, that's good shit. Now we need to clarify about that thing you said, madam. We need to clarify about that. Senpai, この前はありがとうございました。先輩がいてくれたおかげで、私怖くありませんでした。あの、小太郎先輩が言ってたこと、これからも私と一緒にいてくれますよね。Pink. Both genders belong to me! ですよね。私がついてるって言ってくれましたもんね。私、嬉しかったんです。嫌わずに一緒にいてくれるって信じられる人ができて。誰に何を言われても、もうあまり気にならないです。だって、先輩は受け入れてくれるから。先輩が見ていてくれるなら、私は現実に帰っても自信を持って生きていける気がします。先輩ユウ、これでよかったの。私には鈴奈に新たな問題ができたような気がしてならないよ。 Kinda, but we'll deal with that. Kinda, but we'll deal with that.
Speaking of, now that she's star, all those damn people that were like, yo, don't talk to me unless you're best friends with Susanna. Are they cool now? Am I allowed to talk to them? Yeah, so this entire group of people, can I now just be like, hey, what up? Give me your shit. Because I'd be cool with that, honestly. Anyone else in the team like that? No. Alright, Mufaway is not like that. I even know who the only person you're connected to is. It's only her. Kensuke is, oh my god, he's literally alone. Susanna's the only person who everyone's like, yo, look. Yo, look, do not even speak to me unless this girl likes you. You're disgusting. Alright. Alright, cool. Just good. Let's go to the practice. What? I'm used to it. I mean, kinda. 冗談だ。アリアにも来てほしい。冗談。いずるか。何これ。キュンとした今。練習ってこのカフェ？それじゃ行ってくる。スマホを見ててくれ。イズル、大丈夫かな？ここの注文もポッチにはハードル高いよ。私、見てこようか。あ、ワイヤーにメッセージ来てるよ。注文前に席に座っていいのか？ベンティって何ミリリットルあるんだ？おすすめのカスタマイズを教えてくれ。言わんこっちゃない。やる気になったのはいいけど、部長としては苦労しそうだね。まあ、いっか。友達なんだしね。ドーンって面倒見てあげちゃって。Acting like this isn't your problem as well. You caused this.変えたぞ。難解なメニューだった。アドバイスしてくれた例だ。飲んでくれ。え？これ、私たちに？あの、イズルが？そうだが。どうした？迷惑だったか。どうしよう。なんか私感動しちゃってるってば。Oh, you're the best. I love her. ありがとうか。初めて言われた気がする。こんな気持ちなんだな。人と接するというのは。世話になったな。おかげで自分の未熟さを思い知った。あんたたちがずっと付き合ってくれたおかげだ。そんなことないってば。
水根が買ってくれたコーヒー、美味しかったよ。I have to. 何？僕はいつあんたと恋人になったんだ。ああ、そういうことか。からかったな。Yeah, okay, sure. まったく。高度な冗談はやめてくれ。まだうまく対応できない。大げさだよ。そんなちょっとずれたいずれも可愛いってもんよ。そんなものか。確かにな。あんたみたいな変人ならどんな自分でも受け入れてもらえそうな気がするよ。親から本当の意味で自立するためには手段なんか選んでいられない。友の手を借りる勇気も持たないとな。ただ人と関わるのは難しい。あんた以外に対してうまくできる気はしないよ。今まで孤独に甘えてきたからかな。だから部長、これからも僕に力を貸してくれると嬉しい。Yeah. Okay. So, Ayana's trying to date me. I'm technically married to Susanna now, and I'm hitting on this guy. It's a good day. Let me tell you.